野村さんとの最初のコンタクト会話したことって覚えてらっしゃいますか。高橋由伸選手の数字を出して、はい、お前ら勝てるやつおるんかってこうぼやくことがもうめちゃくちゃ当たるわけ。大木田中アスアスリーチャンネル。さあ、ここでは、まあ、矢野さんとね同じポジションで、名将名キャッチャーだった野村元監督のねお話を伺っていきたいと思いますけど、野村さんとの最初のコンタクト会話したことって覚えてらっしゃいますか。いや覚えてないですね。っていうか喋ってもらった記憶がそもそもあんまり少ないんで。いやでも初めてのミーティングは覚えてます。僕の記憶では鳴浜球場で、はい、何かこう全員をね集めて、うん、グラウンドで、その当時はジャイアンツでね僕も一緒に戦った高橋由伸選手の話を例に出して、はい、僕も対戦しながらね、うわ天才やなと思った。このバッターえげつない。そうなんですね。もうルーキー2年目やったんかな、はい、高橋由伸選手のこう数字を出して、はい、お前ら勝てるやつおるんかってこう全員にこう言って、お前ら誰も勝たれへんのやなって、この差って埋められへんのかって言って、埋めれるやろって言って、どうすんねん頭やって言われたんですよね。だから高橋由伸選手とかお父さんも俺は多分そうだと思ってるんだけど、速いボールから対応していくっていう、はい、配球ももちろん考えてるんだけど、どっちかというと自分の技術で対応していけるって、これ一番スペシャルな人たち、お父さんとかもうスペシャルな人なの。でも俺らはそれでは補えない技術しかないから、投げてくる前にこれ来るんじゃないかなっていう確率を高めることで、はいはい、その数字の差を埋めろっていうのが野村さんの教えで、だからこうベンチに座ってる時に次何来るのかな何来るのかなっていうずっと頭を動かして考えて、相手の、まあ、癖というかいろんなものも小さい情報も駆使していろいろこう見て探して、投げてくる前にこれ来るやろうなっていうのをレベルを上げて打っていく、はいはい、確率を上げていく、確率上げて、はい、俺もそれで3割を出してもらった。だから野村さんにはそれを教えてもらったっていう、そのミーティングが俺ちょうどもう全然規定打席にも達したことないし、3割なんてもちろん打ったことない。自分がその時3割打てるって想像できなかった。あ、そうですか。やるしかないって、こんだけ出てないんやから自分変わるしかないよなって、タイミングで後から見るとね来てくれたから、俺にとってはすごいいいタイミングだった。なるほど。それはもう本当に野村さんの、これでやっぱり今までの指揮官とは全然違うヒントをいただいた感じですか。もらった。だからもうベンチでも俺星野さんに言われて、監督の前に座れって言われたね。星野さんに、あ、そうなんですか。キャッチャーっていうのは監督の代わりや、ベンチの端っこおったら俺らが何か言おうと思ってももうええかとか、俺らがこうちょっと、まあ、ぼやくというか喋ることも聞かれへんやろ、だから監督の横に座っとけって言われて、中日の時は監督の横に、俺いつもここに横に座ってそう、もう横というか監督がここにおって俺がここに座ってるっていう、で野村さんの時もやっぱりその教育あったから、そこに座ってると、うん、ぼやくことがもうめちゃくちゃ当たるわけランナー走るぞって、次フォーク来るぞって、あ、こうなるぞっていうぼやくのが当たるから、なんやこの人と思って、はい、俺には分からない、何来るかもランナーが走るかもあんまり見えてないんだけど、だんだんあれあれもしかして、あ、やっぱりそうかとかっていうのが上がってくる。だからこうアンテナが、感じる力っていうアンテナがなんか俺も立ち出して、まあそれが変わったんで、それは野村さんしかないと思う。ヤクルトの当時黄金時代築いた時も皆さん野村ノートってノート取ってらっしゃったんですか、うん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 、矢野さんたちもそうでした。いや俺らの時進化しててもうポンポンって渡してくれたん。え、何言うんですか。あの冊子というかこうファイルというか、あ、へ、うん、昔のヤクルトの時は多分書いてた、はい、監督が書いたのが書いてるのか分からんけど、はい、なんかそんなものやったような気がするんやけど、俺らの時はもう渡されたって。へ、あ、もう教材みたいなのできてる、うん、バッター A 型 B 型とか監督がこう考えたことはもうあったんで。ミーティングとかで配球とかも結構言われるんですか。いややったなそれは。そうですか。そらそうやん、そんな打たれた後に言われたって何も言われへんしで、あれだけすごい方やからもっとね、いろんな考えもあるし、一緒にやってる時は嫌やったし、そんな思いはいっぱいしたけど、でもそう考えるっていうことが大事やなと思った。なるほどなるほど。いや、お前の初期の入り方、はいはい、ここやろみたいなこと言われても、いやそんなん言うてもみたいな言い訳も俺の中にもあるけど、でも違う方法なんかあったんかなとか、俺が何ができたんかなとか、ピッチャーにちょっと一声かけに行ったらよかったんかなとか、なんかジェスチャーできたんちゃうかなとか、なんかそのできることは考えるようになんか慣れたんかなっていうのがあるから、もうヒントはたくさんもらえたっていうことですね。ヒントというか自分がじゃあどうするっていうところを考えるものは材料もらったんで、言われてるようにその当時思ってしまってたけどね。
これ前さんどうですか、お父さんとか指導者になってドラゴンズ行ってらっしゃって、はい、結構大変そうだなと思ってました。いや、だいぶ、だいぶ伝えるのに苦戦している印象がありました。なんか父も感覚でやってたタイプなので、うん、それがどうしてもあの若手の選手には言ってもんみたいな反応をされることが多いっていつも言ってました。二軍監督の時、俺もちょうど二軍やらせてもらってて、はい、まあ、伝えるってね、プレーするのとまた違うからね、うん、難しいとこあるよね、うん、しかもまあ今のね時代が変わってきて、今の子たちにどう伝えるかってより難しいですよね。そうですね、うん、でも矢野さんの時はまあ二軍でもうそれぞれもう自分でこうヒーローインタビューやったりとかやらせてましたよね。ああいう教育の仕方っていうのがこう今につながってるんだと思うんですよね。そうね、そう言ってもらえると嬉しいですけど、選手にとって何がいいのかなと、ファンの人に何がとっていいのかなってなると、やっぱ二軍慣れってあんまり良くないと思うんですよね。二軍慣れって言葉あるんですか、うんうん、なんかヒーローインタビューも今日は勝ててよかったです、明日も勝てるように頑張りますので応援してくださいって、はい、まあ、これは俺あんまりプロとしてあんまり良くないんじゃないかなと思って、明日も僕のリードで勝たせますとか、はいはい、僕明日もチャンス来たら絶対打ちますとか、はい、明日も皆さん喜んでもらいますとか、何か自分の中の特別な言葉じゃなくても何かメッセージを伝えるっていうか、決まったメッセージはもうやめようっていう、自分の言葉で伝えようとか、熊本やったら馬刺しが美味しいんで熊本に来てくださいっていうやつもおったりとか、だからそんなんでもファンの人めちゃくちゃ喜んでくれるんで、もうそこまでやってプロじゃないかなと思うし、それをやるとその選手のこと新たな一面見ると、こいつのこと好きやなとか応援したくなるなとか、どっちにとってもプラスなんで、って考えたら2軍の時からなんかあえてね、俺は決勝で打った田中君っていう選手じゃなくて、はい、送りバンドを送った小笠原にちょっとおいしヒーローやって言って、なるほど、まあ、俺が選べたんで、俺が選んでたんで、 あえてね準備してないやつにポンとマイク渡して2軍の時になるままでヒーローインタビューちょっとやるっていうことをやったりとかはしてたんで、まあまあどっちにとってもいいことはなんかやったらいいんじゃないかなと思ってたけど、ね、そうですね、他の人が言わないことを言うと絶対メディアに乗るんで、これも間違いないですね。なるほど、しかも勝ち続けると前の日も勝ってるから、じゃあ昨日あの人ああいうこと言ったら違うこと言おうって言って、こうヒーローインタビュー力がすごい培われていくんですよね。これ面白くて、いやーねー、はい、今ね広島で新井監督の下でヘッドコーチやってる藤井とかね、はい、男前とかね、そうですね、なんかああいうところでもうファンの人すごい愛してもらえるとか、やっぱりそういうのあるん で、ね、やっぱヒーローインタビューはね俺すっごい大事やな、めちゃくちゃ重要ですね、うん、オリックスはやっぱり強くなってヒーローインタビューがダントツに面白くなって、ペットの話したりとか、はいはいはい、視聴者の皆さんもっと来てくださいっていう言い方とかを変えて、テレビで見てるってことは球場来てませんよねって言ったりとか、そういうことを言えるとよりファンを湧きますね。いやそうそうそう、ヒーローインタビュー力つきますね、うん、ちょっとヒーローインタビューの話で今度一回比較したいと思いますけどもありがとうございました。木内さん、友人が配送業に興味があるみたいなんですけれど、どこかいい企業ありませんか？それなら私どもパワーカーゴにお任せください。パワーカーゴ？パワーカーゴは何よりドライバーファーストの会社なんです。ドライバーの教育に力を入れ、未経験でも安心、完全歩合制だから働けば働くほど給与はアップ、さらに車を持っていなくてもすぐに始めることができるリース制度を完備しています。軽貨物運送を始めるならパワーカーゴ。高級車をもっと身近に、アクセリア。アクセリアの魅力は来店不要、リーズナブル、そしてカーラインナップが豊富。全国へ続々エリア拡大中、アクセリア。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。